はい、おはようございます。明けましておめでとうございます。ヨジです。今日は前回ぐらい、このビートルの、ホイールのねカスタムっていうかあれが一応終了したんで、そういえばいくらかかってねやったかっていうのを発表してなかったんで、まあ参考までにどういうカスタムをいくらぐらいで、終わらせれてたのかをねちょっと紹介しようかなと思います。結構作業動画の中でなんかまあ専門用語っていうかなんか PCD とかねオフセットとか使ってたんで、意外とその旧車のカスタム初心者の方とか車のカスタム全然やったことない方なんかが結構見てくれてたみたいで、まあ、今回の動画はちょっとね初心者向けというか全然全くそういうの知らない人にも一応分かりやすいかちょっと分かんないですけど、なるべく分かりやすく、紹介というかねしてみたいと思うんで、まず、いくらかかったかなんですけど、今回まず買ったのがこの BM のねアルミの純正ホイール、これが4本セットで、1万円送料込み、これはヤフオクで見つけました。あのはねこれこれ純正品、もともとついてたやつなんですけど、買ったやつはこのホイール取り付けの穴がね開いてないブランクスっていう状態のやつが売ってるんですよ。任意で穴開けて付けたいホイール付ける用のブランクスで、これがね日本国内にはなくて、でまあちょっと知り合いのつてをたどったらアメリカから取れるっていうことだったんで、それを買いました。2つで送料入って3万ぐらいでしたかね。で取ったやつにこの穴をね開けてもらう加工をしたんですけど、それが加工代が1個8000円ぐらいだったかな。 1つねこれ1つでだから2つで、1万6000円なんで、部品代と合わせるとドラムブレーキのドラムは2万5、6000ってところですか。だからまあ加工済みドラムブレーキゲットで3、5万ぐらいですよね。細かい送料とか消費税入れて、だからこれでホイールと、ドラムで6万に、今回はホイールボルトも、サイズが違ったんで BM の純正用のやつを買いました。でそれが10個買って4000円ぐらいだったかな。それで64000円、でさらにタイヤは中古で買ったんですけど、まあまあ状態がいい使えるやつがこれはヤフオクで見つけて3000円だったんで3000円、だからまあトータルで6万、細かいのも入れたら6万8000とか細かい送料とかね入れたら6万8000ぐらいです。まあ7万はかかってないっていう感じだから、まあ片側1個やるのにだいたい3万5000円前後の、まあ、部品代ですよね。結局僕の場合は動画でアップしたみたいに自分でやったんで、工賃は己の労力っていう感じで、お店頼むとまあもうちょっと多分いくと思いますね。だからまあこれをね高いと取るか安いと取るかは、その人次第なんですけど、例えばフラットフォーさんとかで売ってるホイールねポン付けで、いや純正の 4.50 より太いやつっていうのあるんで 5.50 とかありますけど、まあこういう見た目にはやっぱりならない。 5.50 だとね自分の、目指すなんていうんですかバランスに対してどういうホイールの数字を選べばなるかっていうのをまあいろいろと調べてやるというね、それが苦しみでもあり楽しみでもありというか、まあ、そういう感じです。まあ、今回の僕の、ね、カスタムに関しては金額的にはそれぐらい7万円はかかってない感じで、でもほらドラムもね新品になるし、まあ中開けてチェックもできるから、お店に頼む以上に自分でもしやれるっていうね環境があれば、メリットはいろいろあるんじゃないかなと思います。ビートルすごく、シンプルなんでね、しかももう例えば空冷ビートルブレーキ調整とか空冷ビートルドラム交換とか、検索するともう
すげえいっぱい出てくるんで、あのやり方がもう本当に道具と場所さえあれば、ネジ回せる方ならね絶対できる作業なんでね、おすすめはまあしないですけど、あの全然これからやりたいっていう方でも全然やれる車なんで、なんかねいろいろやってみたい方にはいいかなと思います。でいろいろあの専門用語っていうかね使ってしまったので、まずねホイールの PCD って何ですかっていう、まあこれは別に難しいことじゃないです。こうホイールありますよね。でこの取り付けの穴の、直径のことです PCD っていうのは、ビートルのこの年式の純正のホイールの PCD っていうのは4つ穴で PCD130 っていう数字なんですよ。でっていうのは、この要はこの取り付け穴のセンターね、要は直径です。 PCD このホイール取り付け穴のセンターの毛角直径が130、まあ13センチってことですね。で僕が付けたこのホイールは5ケツの PCD120 っていうサイズなんで、まあ純正よりも少しこう取り付けの間隔が狭いけどホイールの取り付け穴の数が多いっていう、ね、PCD ってそういうやつです。まあ特殊なのになるとね変なのいっぱいあるんですけど、 PCD ってまあ100とかもあるし、国産で一番多いのは PCD11114.3 とかで、ビートルはね国産ピッチが履けるなんか、アダプターがねあったりとか、まあ、他の車でも PCD 変換アダプターっていうのはあるんですけど、アダプターの結局その厚み分ね、あのこの取り付け面側ここ側とこのさっきのドラムの取り付け面の間にそのスペーサーが入っちゃうんで、こう要はホイールが、外にこう外にね外に出ちゃうスペーサー分ね。だからあんま外出したくないけどこのホイール履かせたいなっていう時は、僕が今回やったみたいな、ドラムに直接取り付けホイール用の PCD を開け直してつけるっていうことをします。 PCD がそういうことです。で、あとオフセット、これ結構ねなんかこう車好きな人も意外と知らないというか、あんまりこうちゃんと分かってる人意外といなかったりします。簡単に説明します。オフセットっていうのはホイールのこのセンターに対して面にホイールがこう触ってるわけですよ、取り付けてるから。でこの触ってる面がホイールのこのセンターに対して外に出ているのか内側に引っ込んでるのかっていう数字が、オフセットってなります。で呼び方としてはね、このホイール今こっち側が外側、こっち側が内側で、センターよりも、こっちに出てるやつがマイナスオフセットって言います。こっちでセンターからこっちに来てるのがプラスオフセット。でもこのホイールの場合はパッと見もうセンターから完全にこの取り付けの面がこっち側に出てるんでプラスオフセットっていうことになりますね。オフセットよく表示されてないホイールっていうのがあって、結構ねこういうところにね書いてあったりとかもするんですけど、内側とかねあのないやつもあります。表記がなかった場合にね知らない方はこうやって調べてください。まずはい ホイールのね幅を測ります。こいつの場合はこの場合は幅が 19.8 とか9とかかな、幅が 19.8 とか9だからセンターまでが、9.95 センチがセンターです。で続いてねオイルをひっくり返します。こういう定規でもいいし何でもいいです。まっすぐ測れる、まっすぐ出せるやつならねいます。したらこの取り付け
ドラムと接するこの面に、定規当てて何センチ、高さ何センチか、この面からホイールのリムの縁まで、取り付け面から縁まで何センチかなって測ると、この14.3 ということはプラスオフセットなんでね、 14.3 から 9.95 を引きますは、4.35。 まあね、ちょっとこういうのが歪んでたりして、完璧な数値ではないんですけど、まあ、4.35 だから43プラスオフセット 43.5ってことですね。およそ ね買った時に測ってもらってるんですよ、このホイール。でこのホイール実はね、どっかにオフセットあったかな。あるじゃん、オフセット。あ、これかな。一応先方さんはね、これ42って言ってたんですよ。でまあ 4.35 だから簡易計測だと、まあ誤差が 1.5 ミリぐらいなんで、まあ大体合ってるかなっていう感じですね。プラスオフセットで、数字、オフセットの数字がプラスオフセット大きくなればなるほど、ホイールは設置する場所がこっちになっていくから、こう奥に入っていくってことですよね、ここの幅が。でマイナスになるとこうなってるから、こう外に向かって出るというわけです。どっかの動画でも言いましたけど、今は本当便利であります、あの教えてくれるサイトが、あのオフセット計算とか入れると、その純正は今この位置ですけど、その数字のホイール履かせたらこうなりますよとか、こうなりますよとか、こうなって太くなったらこうなりますよとかっていうの全部それね、目で見て分かるように表記してくれるすごい便利なサイトがあるんで、リンク貼っとこうかな。貼っても大丈夫かな。一応僕が使ったサイト貼っときますね、そしたら概要欄に、ね、そんな感じで、ね、調べれますんで、まあいろいろ試してみると面白いと思います。ただ、今回みたいに買う場合は、ね、お金の無駄遣いになっちゃう可能性ありますんで、まあ僕は相当ね計算しまくりました。計算しまくって、実寸測りまくって、奇跡のクリアランスでこの右側はねついてますね。昨日もちょっとブレーキ調整して走ってみたんですけど、当たってないけどクリアランスがね本当、マフラーのここは5ミリあるかないかぐらいで、奥のバンプストップラバーっていうのがついてるんですけど、それもタイヤとのクリアランスがもう本当に紙一重でこううまくねかわしてて、我ながらいいとこに本当ハマったなと思いましたね。ぜひ試してみてください。では本年もよろしくお願いします。では。